どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。河本です。はい、1週間ぶりでございますけど。おはようございます。おー、どうしたんですか。あ、なんかその入り口いつも決まってないな、なんかどういう感じ行くのか。突然のおはようございます。あ、ちゃんと挨拶です。挨拶ね。でもどうも皆さんこんばんはって僕は言ってるからね。あ、そうそう。なんか統一してくれそれは。まあ1週間ぶりなんですけど。いろんな時間に聞く人がいますからね。まあそりゃそうだけど、それ言い出したらキリねえんだよ。そんなの。一番面白ないやつ言うた。いや、まあまあまあそうですね、別に。でも今日にまあ4月になりましたから、4月からはだって気合い入れて頑張る。そらもう。生まれ変わることにしたんでしょ、ええと。いつも4月もだんだん過ぎてってますから。まあまあ半ばですか。まあそうですね、はい、気合入ってますか。もうね、それはもう超絶面白芸人ですから、今期は。今期ってなんぞ、いつ開幕、シーズン開幕じゃ、4月から開幕したわけね。でしょ。まあその年始めって言ったらおかしいから。まあまあね、今期はね。だから今年度始めってことですね、うん、そうそうそう、今年度ね。いや、そう言いながらどんどん元々新学期ね。いや、新学別に何でもいいけど、その学生じゃないんだから。いや、もともとは、まあ、今年からみたいなのを1月ぐらいに打ち出して、ええ、で、全然なってねえじゃないかって、旧正月なんだよみたいなことを言い出して、ええ、もう旧正月も過ぎて、前回あの僕のアイデアをパクって4月からっていう、その今年しましたからね。あ、じゃあこれから気合い入ってるっていうことですね。もうお願いします。すごい、すごいで、ガッツ国尾くんぐらいガッツある。いやいや、そのイメージで、ゲームの国尾くんはガッツありそうなイメージですけど、うん、いや、とてもガッツあるような感じには見えないですけどね。もうヒゲも剃ったし。いや、そんな当たり前のことだろうが、ヒゲで来んな、もう現場に鬱陶しいから。まあ、僕個人的なことで言いますと、はいはい、ちょっとまたトークライブをやることになりましてですね。そうみたいですね。5月の6日にですね、ええ、今までやってたトークライブの、ウエストランド井口のちょっとつもうしん3というのを、やりますんで、3回目ですね、うん。最初にやった時が、いや別に3回目ですね、もう絶対アンガールズさんのやつじゃないよ。違ったの。全然違っただろ、言い方も。お前しか言ってないし、お前の絵に気づいたのも僕だけだし、もう意味ねえんだよこんな会話。3回目なんですよ、本当にね。最初にやった時が5時間オールナイト1人でトークライブっていうのをやって、まあその中で変ですけど。次が、10時間で、今度はゲスト10組呼んでやったんで、今回は普通に3時間だけなんで。普通じゃないんですけど、ね、まあまあまあ、うん、でも普通の、ロフトプラスワンさんでやるんで、うん、いつもブチラジの公開収録やってる場所、ね、前回10時間トークライブやったとこですね、うんうん、で3時間なんで、まあ、うん、その普通にやってもしょうがないというか、今まで結構こう耐久ライブ的な感じでしたから、ちょっとストイックにね。そうですね、まあ前半はちょっとストイックなことをやろうかなと思って、うん、いろいろ考えたんですけど、うん、まあだからどこでも喋ったことないトークをしようかなと。に限定するみたいなことですか。と言っちゃったけど、うん、もう相当喋ってますからね。そうね。まずこのブチラジをその8年ぐらいやって、うん、でグチラジもあって、うん、まあトークライブもいろいろ呼んでいただいたりもして、うん、もう相当喋ってるし、何より何喋ったかなんかもう覚えてないっていうのがそのだからそれはそうですね、一番ですからね。もうだからここでやってないっていうことに。やつを喋れば、まあ、話してないことになるんじゃないですか。いや、だからここで話してないことなんて覚えてないし、 そもそもあの話してないってまあないからね、うん、あの基本的にそのそんな溜めとけるほど我慢できんもんな。我慢できないというか、別にあのここで手を抜く必要がないからね、うん、あの1週間あった面白いことをここで話そうっていう意識で基本的にやってますから。性欲もりもりじゃもんな。全然ガッツねえじゃねえか、なんかそのトークに対する性欲がすごい。じゃあトーク欲でいいだろ別に。なんでそれを性に一回置き換えるんだよ。置き換えた方が分かりやすいやん。完全に関西人じゃん、もうもはや。わこは分かりやすいやん。いやいや、いいよ、押し切るな。いや、まあ確かにそのまあおしゃべりな、ね、いろいろとこしてきてますから、ちょっとどうなるか分かんないですけど、うん、あのまあなるべくしたことない話とかね、まあ何個かあるんですよ、うん、ちょっとここでするような話じゃないなみたいなこともあるでしょ、言ってみればね。まあライブだし、ライブだしって言っても別に変な話じゃないですけど、うん、あのここではそういうちょっとこの話はブチラジっぽくないからやめとこうって思った話が何個かあるんで、うん、まあそれも話しつつ、うん、で後半はゲストの人呼んでちょっといろいろワイワイやりたいと思ってますんで。ああ、よかったよかった。いやいや、まあまあね、うん、でチケットが、これが配信されてる木曜日に発売なんで、うん、ぜひちょっと皆さん買っていただいて見に来てほしいですね。
誕生日ですからね。そうなんですよ、僕の誕生日なんで5月6日、うん、生誕祭じゃないですか。35年のちょうど節目っちゃ節目ですから、うん、ちょっとぜひお祝いに来てほしい。地球上の 2% の牛がいなくなりますからね。どういうことだよ。どういう意味、もうそれに関しては僕も分からない。何がどうなってか教えてくれ。その風が吹けば桶屋が儲かる的な感じで 2% ね。だからどう 2% のところに引っかかってんじゃなくて、なぜその 2% ね。違う、パーセンテージはもう気になってないんで、この際どういう理論で牛が消えるんで、そのキャトルミューティレーションみたいな。だからどういうことになったの。僕が35歳になりましたってなったら、バン。だから出てる。何の理論もねえじゃねえかよ。もうロフトプランスワンに赤い雨が降る。いや、そこももう、いや、まあ付近に駒元気のね、もうそれとは関係ねえじゃねえか。局所的に。いや、さっきの話と全然関係ねえし、まあ、ゴジラが真っ赤っかになる。あそこ東宝シネマズありますからね。それはなんか時間とかでなんかちょっとなってたりしてますけどね。5時とかになればね。なっとるな。なんでまあぜひちょっと皆さん見に来ていただいて、まあ、はい、ゲストもねちょっと、まあ誕生日なんで、うん、ちょっと祝いに来てくれよっていうことで、うん、なんかいろんな人に声かけて、うん、来てくれたらいいなって今思ってるんですけど、もう森本くんは来るだろう。でもね、なんか営業らしいんですよね、その日が。あ、そうなんじゃ。で、それが三四郎さんと一緒らしいんですよ。あらら。で、そう思ったら、まあ小宮さんとか森本くんとか来てほしいなと思ってたんで、うん、まあ終わり次第駆けつけてくれたらありがたいんですけど、まあ、場所によっては間に合いますからね。ちょっと駆けつけてくれるっていうことを今はしとかないと、うん、その二本柱を失ったらもう、なんかやばいな。あんまりその、なんていうか、こんなこと言いたくはないですけどね、頼れるやつがいないなっていうか、うん、なんかもっとそういう人がいて、こうワイワイやってくれて、ちょっとちょっととかやりたいのに、そのアイアム野田さんとか来たら結局大変じゃん、その、うん、いや来てくれたら嬉しいんですけどね、うん、ちょっと誰が来るかだからまだ分かんないんですけど。あ、そう。それも楽しみにしておいていただいて、うん、チケットの売れ行きがあまりにも心配だったらゲストはどんどん発表していきます。もうそうなったら匂わせてね、匂わせて。だから今もうさっきのとかもうなし、森本くんとか来るっていう感じをもうちょっと出しといて。あ、そうね。今とかなし。いや、営業はだって間に合いますから、ライブは意外とね。まあまあね、我々も営業終わりとかにライブ出たりしてますから。こんなにわざと匂わせなきゃいけないことあんのかよ。でもまあ出てくれるかもしれない、出たいですとは言ってくれてたんで。そうですか。ちょっといろんなね、人に来ていただきたいんで、ブチラジ、うん、ブチラジを聞いてない人とかにも来ていただきたいんでね、うん、ぜひそっちもよろしくお願いします。お願いします。まあ誕生日もう35ですからね。うわー、ショック。いやいや、まあまあショックなんだよ俺、お前の誕生日。いや、先に大体で10ヶ月ぐらい先にお前が誕生日迎えるから。まあ結構空いてますよね、なんだかんだ言ってみりゃ、うん、年なんていうんですか、年は違うというか、そう、同い同級生ですけどだいぶ早生まれですからね、うん、やっぱお前がその1個上みたいな感じじゃが。しかも結構先駆けてますからね、同級生の中でも5月6日って早い方でしたから。そう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 、もうショックなんだよな、その1年間。どういうショック？俺もいよいよなるぞっていう。俺もなるっていうのがもう一番身近な人がそうなるが、うん、同級生が、はいはいはい、しかもなんかちょっと空いて前にてか、その半月半年間ぐらいもうすごい憂鬱な、なんでだよ。35へのカウントダウンが始まった感じがするんだよ、なんか。まあ、俺まだなったばっかなのに、言うても34にな。結構これはでもお前はいつも言ってますもんね、なんか30になった時とかも、うん、もう井口が30になったことにより俺ももう嫌だみたいな感じのこと結構言うよな、いつも。そうそう、始まった感じがするんだよ。俺はじゃけ実質4ヶ月しか34歳を楽しんでない、うん、あー、いやいや、そんなに。いや、要は1月に誕生日迎えて、うん、5月になるまでしか自分の年をこう楽しんでないってこと、うん、そんなに僕を自分と思うな。そいやいや、もうリアルじゃが。あ、35になった井口が35、うわーっていうので10ヶ月ぐらい過ごすんですよ。知らねえよ、僕に対してそんなに思うな。ニコイチ感出すな、そんなに。別個と思えよ、もうちょっと。知るとき一緒だろ、お前。嫌だよ、絶対に。一緒の墓入ったらウケんな。いや、やだよ、そんな。なんでそんなの乗り込んでくるんだ。手作りのやつ。絶対にお前より長生きして。手作りのやつ。だから、どうか違う。そういうシステムじゃないからね、墓とかって。その墓の入り方、お前どう捉えてんだよ。墓をこしらえて、そこにこう。東八道路沿いに作って。だから、そんなんしちゃダメだし。墓ってそうじゃないんだよ。誰か残った親族とかが、うん、やってくれるわけでしょ。勝手にお前が手作りで作って。免許センターの近くに。じゃあいいよ、もう具体的な場所はどこでも。で、免許センターの近くに作るんだ。意味全然わかんないし。なんでね、ぜひ皆さん来てくださいよ、その、生誕祭ね。
生誕祭といえばもう生誕祭ですからね、やっていきましょう、なんでまた随時告知もしていきますんで5月6日までね、はい、ますのでぜひ皆さんよろしくお願いします。ゴールデンウィークですからね、ね、言ってもまあちょっと最終日なんで厳しい人もいるかもしれませんけど、ぜひ来てください、よろしくお願いします。それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。普通オタのコーナー、普通のお便りを送ってきてもらってます。行きましょう。はい、チラジネームウニイクラ、うん、先日井口様、小本さん、こんばんは、うん、先日下北沢の小劇場 B1 で開催されたいやもう B1 うん、三四郎小宮検定を拝観いたしました。おお、三四郎小宮さんのイベントやってましたね、はいはい、うん、MC は銀シャリ橋本さんで、うん、小宮さんのことなら何でも分かると豪語する4名の回答者が集まり、うんうん、小宮1級を目指すライブでした。小宮さんの9、1級ってことか、小宮1級、ね、検定だからね、はいはい、当然相田さんと井口様は回答者でしょうとワクワクしていたのですが、うんうん、井口様は他のライブと被っていたようで出題者として VTR でのご出演でしたね。そうなんですよ、本当に行きたかったな、さすがに、さすがに行きたかったけど申し訳なかったですね。すげえ豪華ですね。いや豪華でしたよ、はい、豪華ですよね。井口くん、なんで緊張してるの、スッキリの VTR みたいなスタンスは何と若干いじられていましたよ。ああ、 VTR で一応クイズの出題者として僕を出させてもらって、そうなんですね、そう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 、はい、確かに誰もこう似合いとこで喋るのもなんかね、緊張しました、確かに緊張したな。まあ帰りがないですから、ね、うん、でいろいろなんか言ったんですけど何が使われてたのかあんまよく分かってはないんで僕も、うん、舘野さんのも出題しましたし、舘野さんも出題者、舘野さんも出題者、開発君も出題者で出たらしくてあいつは出えやいや、なんか分かんないです、いや出るにはでしょ、そのあ、まあそうか、出るにはっていうのもまああれですけど開発君っていうね、もともと仲いい芸人がいて、人間で一番面白いと言われてるな。いや面白いっていうか、まあまあ開発君っていう本名なんですよ、まずまずまずね、そこからだから気にはなりますけど、生まれた時からおもろいが。でね、開発君も出題者で出るんですってスタッフさんに聞いて、うん、え、開発君ってどういう問題出したんですかみたいな、うん、まあ僕らは小宮さんに関するエピソードをクイズにしてるわけですよ、うん、要はこういう時小宮さんが取った行動とは何でしょうみたいな、うんうん、で、まあ舘野さんのとかもそう、みんな大体そうじゃないですか、まあ、普通はそうですね、小宮検定ですからね、ええ、で開発君ってどういう問題出したんだろうって聞いたら、うん、なんか小宮さんからこうもらったアドバイスとは何でしょうみたいな、お笑いのみたいな、はいはいはい、正解、その正解がその本当のことはどうでもいいでしたみたいな、もうわけわかんない問題で、そのなんかそれもなんか普通にみんなで喋ってる時に、うん、いや開発君こう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 じゃねえかよみたいな、例えばわかんないですよ、うん、原付でいつも、まあ、千葉から東京まで原付で来るんで、そうね、いつも原付で来てんじゃねえかよって言った時に、例えば開発君が、うん、いや来てない時もありますよみたいな言って、いやそんな本当のことなんかどうでもいいんだよっていう話なんですよ、おそらくツッコミみたいなことを、そんなを急に問題にしてるっていう、もうわけわかんない、アドバイスとして捉えたんですよ。だからどうなってたのかちょっと気になる、その会場でね、もう見たかった本当に。もし第2回小宮検定開催された暁にはぜひ1級目指して活躍してほしいと思いました。あ、ぜひぜひ、やっぱ小宮さんも嘆いてましたよ、なぜ井口がいないんだっていうことで、まあそれはそうなるんでしょうね。で回答者がそれこそアイアム野田さんでしたから、その、うん、小宮さんもその心配だっていうことで言ってほしかった、言ってほしかった、言ってほしかった、ぜひちょっと次やったら呼んでいただける、ね、どこでやったんですか下北の。いやなんか立派なとこでやった、ちょっと詳しく僕は場所忘れちゃいましたけど、やったみたいなんでね、ぜひ小宮健って来た方もぜひ僕のトークライブもよろしくお願いします。あ、そうですね、来るかもしれませんからね、小宮さんも営業森本君と一緒の場所ということは来ます言い切れないですけどね、ええ、それこそ野田さんがアイアム映画祭みたいなのやってて、あ、ちょっとチケットの売れ行きがかんばしくない時に、もう一か一かの嘘でその小宮さん来ますみたいなことを言い出して勝手に言い出したっていうのあった、マジで言うたらいけんげん、マジでダメですけど、でも誰が来るか本当に分かんないんで、ええ、以上ですかね、はい、以上ふつおたのコーナーでした。続いては人間のくせに、日々の妬み、その身みを間三つっぽくして表現してもらうコーナーです。いきましょう。ブチラジネーム手羽と豚カツと馬刺し。何もちゃっと言ったな手羽と豚カツと馬刺し、腹減ってんでしょうね。鶏と豚と、これ馬刺しがもうあれなんですかね、ブチラジネームなんですかね。いやいや、これの前に何かつけるみたいなことでしょ。ああ、そういうことなんですかね、うん、幸せは歩いてこないし、幸せへの道がわからないから俺も歩かない、そういう風にできている。ああ、うん、まあまあ ね、いい歌詞をこういう風に捉えるのはいいことですね、うん、名曲とか美談をこういう風に捉えるのはいいことですよ、うん、非常にいいことですから、こういう話よく楽屋でしますもんね。
まあまあどんなか。いろんな矛盾点を探す。ああまあね、これネタいいじゃないですか。行きましょうどんどん。ブチラジネーム役所広司アット本日イオンで3捨てじゃんけん大会やります。もう嘘つけよその怒られるぞマジで。なんでそんなに役所広司さんに固執してんだよこの人は。15分やるんかな。いやあるけど15分とかだったからじゃんけんとかでちょっとつなごうとしてんのかな、うん、持つだろ役所広司さんだったら。大丈夫だろ多分。叱られて伸びるタイプではないから褒めてほしいけど、褒められたら褒められたでこのくらいでいいのかなと手を抜くんだな。あー結構深いな。これはね、そうですね、確かにそのお前とかもそうだけど怒られたくないみたいな、うん、褒められて伸びるタイプっていうやつって褒めても全然伸びねえよな。そうそう褒められ慣れてないんだよな。慣れてないっていうか自分に甘いだけだろ別に、うん、どうやっても伸びないんだよ。もう素質がない、まず。そんな言うたいけんだろお前。いやいや全然伸びてないわけですから、まあ、4月から期待はするけど、うん、伸びてこそないでしょ。あと最近気づいたけど、うん、そのライブとかで、うん、そのお前のことそのつまんないよみたいな風にいじる人すらいないよな、なんかそのいないない、あの僕以外でというか、うん、なんかなんじゃけその眼中にいるんだろ。いやでもいじった時のこう返しがやっぱいじられる方にも向かってもない。無関心な。しあと一番びっくりしたのがこの間あのまんじゅう大帝国後輩のね、うんうん、まんじゅう大帝国がオールナイトでトークライブやって、うん、その僕らもゲストで呼んでもらって、うんうんうん、その話した時に、うん、まんじゅう大帝国のエーマ田中、うんうん、田中はあいつはちょっとまあ言うじゃないですか、 いじってくれるというか、うん、頭ええけんないでライブとかで一緒になった時とかの話になってそのトークライブで、うんうん、いや河本さん本当にあれもうわけわかんないですよ、なんなんすかみたいなちょっと腐す風にいじった瞬間にお前がええかな別に一緒に飲んどんじゃけん許せやみたいな、どういう発言とかそのままパワハラ極まりない、友達じゃけん許せってことだよね。なんで許すとかもうその時もう引いたもん、もう全員が引いたの、引いた、もうやめてくださいほんとね。まあこれは確かに、これはでもいいことを言ってますね。うん、これはわかるな。褒められてほんとに伸びるやつなんかいないんだから、うん、一人も。まあそんなことはないから、ね、いやいないいない、甘いだけですから結局。ブチラジネームマハシ公園、うん、どんなに達観したふりをして透かしてもたまに可愛い女子から話しかけられた時瞬く間になびいてしまう自分嫌いになれないよ。まあこれは深いな、うん、まあ、あと嫌な女ほどなんかそういう可愛いとこ見えたらもうグッと惹かれるよな。まあでもそれ言い出したらみたいなことになるけどな結局そのギャップ、ね、もちろん見た目はもう絶対大前提で、いやそういうこと当たり前ですよ。見た目の可愛い女でうわこいつ嫌な性格嫌じゃなと思うけど、ちょっと可愛かったらもうすぐななびくもんな。いやだからそのギャップみたいなことじゃんでしょ要はね。うん、なんかまあ性格悪い女好きなんかもな俺。じゃあもう話が全然違うじゃねえかよ。などう例えばどういうこと？そのいやもうなんかめちゃくちゃ悪口言うとか。うん、なんか確信犯的に遅刻してくる女おらん、もう常に。あそんなやついますか？いた前すごいもう絶対1時間ぐらい遅刻してくるやつおったの、うん、それはどう、それはいいんですか？もう腹立ってきて、うん、可愛いけええかと。どういうことなんでその、いやでもまあそのハラハラドキドキがうまく言わんねえ、うまく言えないんですけど。うまく言えないんですすらうまく言えてなかったからな。うまく言わないんですけど言えないんですけどね。いやだから要はそんなにハラハラさせられることでいつの間にか自分がその子追いかけちゃってるみたいなことでしょ。あそうかそうか、そうだそうそう、だからそうそうそう、そういうパターンね、うん、で本当はちゃんとしてる方がいいですよ。これを許し出すと不良を許す理論になっちゃうからね。あそうか、結局よくない。女の子はええがん。うん、まあでも人に迷惑かけてちゃダメですけどね。だから普段ずっと真面目にやってる子とかがやること普通に優しくするんじゃなくて、普段ちょっと意地悪してる子が急に優しくしたらよく思っちゃうみたいなことでしょ。そうね、そうか、それ不良のやつと一緒だもんな、うん、そうそうそう、これでも、でもまあ不潔なのは嫌だけどな。まあそれ関係ねえじゃねえかよ、もうそうだった嫌だよそんなの。うん、いや気をつけましょう。これはでもまあまあ言いたいことは分かります。噛み締めすぎて全然いかねえじゃねえ か思い出があるのか知らねえけど。なんか歩一緒に歩けよってこうパン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 こうやって顔叩いてくる女って。なんでそれ嫌だよ絶対に。そんなやつ絶対嫌だよ。絶対何にも言わんかったけど俺も。でそれで、顔をパンパンパンこうパン、それが結局良かったってこと、うん、もうわけわかんねえよお前。お前の考え方。いやいいよ言ってくれもう。ブチラジネームフリフリスカート、はい、何か突出した才能が一つでもあればと思うけど、一番欲しいのは夢を追いかける才能なんだな。急にどうしたんだこれ。急にどうしたの。なんでちょっと
ええこと夜。まあでも結局やらないってことですからね。うん、まあなんか深いような気もするし、テイスト違うような気もするし。テイストは違う、絶対にこれは。でもまあまあがむしゃらに追いかけ、そこまでのバイタリティがないことが一番ダメってことですからね、要はね。うん、でも夢なんか別なくてもいいですけどね。そうそうそう、別にいいんですよ。手羽と豚カツと馬刺し、うん、またこいつか。あ、同じの見た。なんなんだよもう。またやってしまう。一枚ずつ置いていけ、一周するんだ。バラバラになっちゃうからと思って。またこいつかって言っちゃったじゃねえかよ。以上、人間のくせにのコーナーでした。続いては、河本太郎の挨拶ツッコミ、はい、ちょっとお願いしますよ、はい、あとその、声は全然出てません、今のところ。危ない、忘れとった。何か一つやるとしたら、何か一つ忘れてしまうんだよな。え、何か一つやりました、その、いいよね。いいんだよ、人間のくせにと言わなくて。しかも何もやってねえじゃねえか。何に力入れてたんだ、今日、じゃあ前半は。いや、面白くならなきゃっていう、この気負いで声ちっちゃなっじゃあ面白くねえじゃねえかそんなやつ。いきますよ、ちょっと、はい、前回の宿題からありますけど、ね、はいはい、ちょっとちゃんと突っ込んでくださいよ、能力開発系コーナーですからね、はい、じゃあ前回の宿題いきます、はい、ブチラジネームジャスミンバービー、井口さん、サッカー日本代表の監督、こんにちは。ごめんね、突然クビになっちゃってっておい、おー、ちょっとちゃんと取り入れたでしょ。取り入れました、ノリツッコミ挑戦、はい、前回そうか、前回もうクイズにしかクイズみたいになっちゃったから。ちょっとウィットの部分をなんかせんとった。確かに、でもすごいな、これ理想のツッコミが、うん、誰がハリルホジッチだよ、本田に勝つ入れたろかだったわけですよ、うん、先週まではそうそうそう、ハリルホジッチ監督だったのに、この宿題期間でおらさかこんなことあんだな、本当に危なかった。俺ヤフーニュースで一昨日知ったかな、まあ一昨日発表されましたよ、ね、一昨日発表されたんか、そう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 、じゃあ割とタイムリー。いや結構衝撃だよな、うん、いやじゃあけ、まあ、多分前の俺はないよ、うん、そういう力の今カンプで呪いじゃねえかって出たけど、うん、確かに取り上げて、なんか僕もサッカーについて珍しく喋ったんだよな、ブチラジで、うん、そうね、いつもサッカーの話しないけど、なんか質問みたいな、本当はなんかあるんですけどねみたいな含みも出せて、いや言ってなかったそんなこと。じゃあ僕協会に入ってんじゃねえかよ。あでもあのマジでちょっと前に小宮さんと飯食ってたら、うん、隣にいたおじさんがいて、うん、あれこの人なんか見たことあるなみたいな感じだったら、うん、まあ、僕は知ってすごいサッカー協会の偉い人だったな、その人、偶然。え、あのたまたま別に何に話したわけじゃないですけど、ね、お前そんな人も分かる。まあまあもともと監督とかやられてたりとか、そういう人で表に出る人でしたけどね、まあ、そこから伏線になってというか、別に何言ったわけじゃないですよ、そこで僕がね。うん、うん、ただここで話した瞬間に急にこんなことになったからもう怖いよ。そうそう、いやじゃあ宿題が出たのがやめる前でけん、まあハリルホジッチのことでええんかなと思ったっけん、そう、はいはいはい、新しいのは日本の人だろ。ああ西野監督になりましたからね、ちょっとまあ応援するしかないんで、じゃあツッコミの方いきますよ、はい、ブチラジネーム101回目のダライラマ、いきますよ、井口さん、もっこりはん、こんばんは。ひょっこりはんだろ、でも俺違うわ。おー、でももういいんじゃないですか。ちょっとこの勢いでいきましょうか、はい、ブチラジネーム吉岡大輔と七人の勇者、はい、井口さん、ジャングルで得体吉に育てられた人、こんにちは。たーちゃんじゃねえわ、金玉広げて飛んだろかって言う。いやいや、いいいいいいですよ、別にいいですよ、そのもっと それぐらいはいいよ、別にそれぐらいはええんか。それぐらいいいよ、なんならその性格悪い女がとかの方がよくないよ、あむしろそう、ね、なんでそれを堂々と言って。ジェーンね、ジェーン。いや別にジェーンの話はしてないよ。まあでもうんこ漏らしてパワーアップしたろかみたいなの書いてますから、まあ近いというか、まあたーちゃんを題材にした段階でそうなるよ。まあね、下品なんだからあの漫画は、うん、いきますよ、はい、ブチラジネームジャスミンバービーさっきの人と一緒でいいんすかねこれはね。いやいや、いきますよ、はい、赤い井口と緑の太、こんにちは緑のたぬきみたいに言うな。以上、クイズみたいになってしまう。まず赤い井口も違うから、うん、赤井口は赤井口じゃん、違うよ別名。一応理想のツッコミは、赤井狐と緑のタヌキみたいに言うな、武田鉄矢さんと金八先生で共演したろかっていう、よくわかんないよう分からない。まず無理ですからね、やっぱしたろかシリーズをみんなが送ってくるから。うん、緑のタヌキは別に金八先生で共演してないです。そうそうそう、意味が全然わかんない、そう思うとね。おいーってやってやればよかったらまあ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 、それぐらいやってもいいですよ。そんな今から言うのはなしですよ、そんなのやればよかったな、なんかもう最悪の言い方ですからね、お笑いにおいて後悔したくないから言ってしまうんだよな。まあいいですけど、じゃあ次に行かせてくださいね、はいはい、ブチラジネームグチュ井口さん、お笑いよりもお酒が好きな人、こんばんは。そうだよ、
お、いいじゃないですか、理想のツッコミ、真実って書いてあるんですか。最悪だよ、だとしたら。言いたないよ、俺だって。じゃあ次回の宿題いきますよ。はい。ぶちラジネーム、新宿赤ずきん。はい。井口さん、カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんばんは。ですからね。はい。これで考えてくださいね。カウントダウン TV は終わってないことを祈るのみ。さすがに大丈夫です。大丈夫だと思いますからね。以上、河本太の挨拶ツッコミでした。続いては罵り先生。罵り先生こと僕が皆さんの失敗を即興で罵ることで、その失敗をチャラにしてあげようというコーナーです。最近もろくなやついないですからね。行きましょう。ブチラジネームケーシーミネタカ。いいよ、もうそのもじり系のやつ。有名人もじって送ってくんな、お前ら。もうちょっと自分のなんかアイデンティティを確立しろよ。そうね、微妙なラインの人ばっか言ってくんなよ。でこいつ微妙なラインって言うんだよ。いや、そのなんていうか、その何とも言えない。毎年会うんだけど。いやいや、ケイシー高峰さんは立派な人ですけど、そのなんかなんでそれにしてくるんだよ、こいつらが。井口さん、河本さん、こんにちは。はい。私は春休み中の高校生なのですが、宿題をしようと思って図書館に行っても、ブチラジかドリフ大爆笑のオープニングテーマを聞きながら館内をブラブラしているうちに日が暮れてしまいます。何がしたいんだよ、本当に。何のために図書館行ってんだよ。わけわかんねえじゃねえか、自宅で頑張れよじゃん。そんなことするなら図書館でなんか違う本とか読んじゃって集中できませんとかでもないし、うん、何なんで、もっと集中できる環境に身を置くためにやってんじゃねえのかよ。そうね。なんでブチラジかドリフ大爆笑のテーマ聞くんだよ。ドリフ大爆笑のテーマそんな長くねえだろ。ループして聞いてんのか。だとしたらなんでだよ、本当に。わけわかんねえじゃねえかよ。ちなみにお気に入りは1979年バージョンです。知らねえよ、バージョン。そんなあんのかよ。変わんねえだろ、ほとんど。あれほとんど一緒だろうが、ずっと僕らずっと見てたけど、ずっと一緒だったぞ。何が違うんだよ。一緒だったよ。アレンジしてくんな、あの曲に。いちいち井口さん、どうかこんな私を罵して図書館で寝ない人間にしてください。寝てもいるじゃん。寝てもいたんかい。寝とった。それは言えよ、ちゃんと。寝とったね。全部言えよ。ドリフ大爆笑聞いてねえだろ。寝てんじゃねえか、ほとんど。嘘つくね。ここに送る段階で嘘つくなやつなんかもうろくなやつじゃねえんだから。なんなんだよ、ほんとに。もう一個だけいくか。もう一個だけいきますか。ああ、ブチラジネーム、親指ボロボロ28歳。はい。井口様、河本さん、こんにちは。はい、こんにちは。私はギリギリにならないとやる気が出ない。はいはいはい。今まではギリギリになってから頑張って間に合わせていましたが、最近頑張り始めるタイミングを見誤って普通に間に合わないことが多々あります。早めに始めてください。私を罵って余裕な人生を送れる人間にしてください。計画を持って早めに取り組んでください。以上。一番罵っとるこれがな。いや、そうなんだよ。もうギリギリのやつとかいいよ、もう本当に。頑張れよ、お前らマジで。全員4月からやれよ、全員4月からね。頑張りましょう、みんな。手を取って。何今日何回噛んだんだよ、この。花粉の薬のせいだな。だからいいよ、もうそのせいすんな。そろそろ花粉の季節でもなくなるだろう。言い訳探すな。花粉がなくなったらやべえ。言い訳がなくなりますからね。以上、ののし先生のコーナーでした。先に言っとくけど、お前その五月病的なのはやめろよ。それぞれその季節の季語のやる気ないワード入れるのやめろよ。バラクーダみたいな。その4月は花粉で、5月は5月病で、6月はなんか分かんないけど、また梅雨でみたいなこと。ほんとやめろ、湿気がとか。やめろ、バラクーダで。現代版のほんとにバラクーダで。ほんで酒も飲むしな。酒も通年でな。ブランドメニューとしてそれはあるわけですからね。いいよ、もう告知いきますよ。4月20日金曜日、爆笑問題ズタイタンシネマライブ、銀座で行われているライブがね、映画館で生中継されているという試みでして、ゲストがブーマーさん、はい、ナイツさん、はい、スマイリー菊池さん、お、そしてラブレターズとなっております。上映劇場が全国17館で、東宝シネマズ日比谷が今回から増えましたんで、ぜひ行ってみてください。そしてですね、今回に限り、沖縄の桜坂劇場のみ生中継ではなく、5月4日金曜日19時半からの録画中継となりますので、ご注意ください。なるほど。ご来場者全員にタイタンシネマライブオリジナルクリアファイルとタイタン情報誌号外をプレゼントとなっておりますので、これタダであげるにはものすごい立派なもんですからね。そうですよね。で、多分今回は太田さんの映画のなんか裏話的なのとか入ってますんで、その号外の方にね。すげえ。これは絶対皆さん来た方がいいですから、よろしくお願いします。ブチラジは YouTube とポッドキャストで配信してます。 YouTube でご覧の方は高評価ボタンを押していただけると助かります。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。お願いします。なんで笑ったの。いやいや、別に笑ったことはないけど、いや頑張ってくれよって。笑うわけねえか。いや、笑うわけないことはないわ。ちょっとお願いしますよ。もう買うの季節は終わりでしょう。だって
そろそろね、本当はあるけどね。でも薬を飲むのを超えたらもうじゃあ、うん、頑張ってくださいよ。もうこれからはね、4月から自分の花粉がどれか把握しないけど、まあ今ほんまピークぐらい。ああそう、うん、じゃあそういう人もたくさんいるでしょうからね。まあ花粉の季節終わったらまたきっちりやりますし、僕のトークライブが5月6日にありますんで、はい、そちらぜひよろしくお願いします。まあもちろんタイタンシネマライブ、我々もネタをやりますんで ね、 はい、今回は出ましょう。あ、そうか、僕今年初めてなんです。前回ちょっとすいません、インフルエンザで今年初めてなんで気合入ってますから、うん、そうすいませんでした、ね、前回はね、はい、今回は、体調バッチリで出ますんで皆さんよろしくお願いします。ウエストランドのブチラジ、今週はここまで。また来週、さよなら。ありがとうございました。毎週木曜夜8時はウエストランドのブチラジ、チャンネル登録お願いします。